今日の神殿は現代美術と現代工芸を VR 空間内の神殿に配置した VR 作品です。巨大化、浮くなどの VR でしかできない鑑賞体験を通じて工芸と建築、現代美術と科学を含む21世紀の芸術を模索します。本作の元になった VR 工芸は工芸が持つ歴史的美術の保存機能を VR テクノロジーで拡大体験します。工芸がもともと持っている装飾性やマテリアルの宇宙的な視覚芸術性、素材とのプリミティブな関わりと人間のテクネの追求から生まれる美の術、これらをテクノロジーでフィジカルな空間体験に変換することで工芸のプリミティブなパワーを拡大体験する機会を作ります。 VR というミクロとマクロを往復する宇宙的な体験で工芸の装飾性、精神性、呪術性を拡大して読み直す試みです。そして建築の要素といたしましては、日本文明史を貫く思想である神道仏教の黎明期の象徴的建築である出雲大社、法隆寺夢殿を神殿建築モチーフにし、現代陶芸と現代美術を神殿に祀る構造に設計しました。時代の異なる文化を一つの建築空間に統合しています。建築空間と工芸、芸術、科学の関係性に新しい視点を設ける機会となれば幸いです。私どもは工芸建築を一つの美学思想として捉えております。近代から20世紀にかけて科学産業の進歩は建築、工芸、芸術、科学を分離し発達させました。その反動は21世紀の現在に様々な問題を提起しています。20世紀に分離した建築、工芸、芸術、科学を21世紀の美学思想、工芸建築で再統合を試みます。建築は都市国家の設計思想、工芸は美術と素材とテクノロジーが融合されたミクストメディア、この2つの概念融合、工芸建築は都市国家を制御する美学思想として機能するという視点を提案しています。